とうございます。雨あられだよ。だいぶショートカットじゃないですか。チーターかと思いましたよ。水準さんかと思ってすげえショートカットじゃないですか。来た、ミューラが、ミューラ来たよ、ミューラが、ランボルギーニが、何だ車が開いたよ。うん、どうトライアウト。知らん。でもそうなんじゃない多分。あ、でもそうなんじゃないかな多分。すぐそこでなると思うよ多分。すぐそこでなると思う。もしもあ。うん、あ、ここでなるよ、ここで。らしいね。さあ、イギリスのあたりかな。多分そんな感じだろ。雰囲気が。雨だよ。あれまたこれ珍しい。色が。ポルシェですね。914でなんですか。へえ。まだ三番まで。あ、人ばかりがあるところに視聴率アップあり。あ、そういうの。なぜ英国のお金2だからへこみ隠しって言ってますよ。エリザベス2。いや、それはいいけど、なんでドイツのコインにしなかったんですか。自分で中に物が置いてちょっとドイツが良かったよね。だってドイツだな。そういうもんなんかね。僕らが使うのいや、ミッション大人からマニュアルに変更したんだって。大人からマニュアルに変更したんだって。細っ細っ細っ折れちゃいそう。ポキンなんて。あ、そうなんだ。ツーシーター。これで変わったもんな。変わったよ。変わった。そりゃそうだ。あれ360なの。あれもうお帰りかな。あ、名物お父さん、名物お父さん、おはようございます。今日これですか。今日これだよ。あれいろんな持ってるんですね。
サブロックグループじゃないですか。そうなんだよ。そうなんですか。ああ。すごい。今度は何ですか。S6 で S8 のグループ。あ、そうなんですか。開封されたよ。S8 持ってるんですか。すげえな。何台持ってるんですか。これはハンドル濡れないんですか、あの Z みたいに。あれ木だからね。ハンドルは。あ、これ革だからね。ちょっと汗ばむと。なるほど。ありがとうございます。乗りやすいよね、この辺だろうね。今日バレンタインですもんね。そうなんだよ。今日バレンタイン違いますよ。ちょっと時期ずれ。ちょっと。俺だってね、80だってね、70のおばあさんからもらえるんだからね。すごい。おモテモテじゃないですか。すげえな。はいはい。はいはい。ここでまた2位まで行かなきゃ。インテタイプ R 来たよ。高いよ、今や。今や高いよ、タイプ R。あっちもあるんじゃない？あっちもある？ GTR のタイトルさ、この車奥さんのですかって。タイトルにしたんだよ。いやいや違いますなんて対応してたんだけど、ちょっとそれが冷やかしに見えちゃったかな。ミニもあって4台並ぶと、はい、かっこいいし、はい、アンデスもそうですね、3台並ぶと、はい、そうなんですよ。やっぱり、うん、やっぱりそれぞれがこう引き立つんですよ、ね。ただね、あのこの3人並ぶとなかなかあのここの考え方は、はい、要するにそれが友達同士で並べばいいんだっていう、そういう考え方みたいなんだよね、はいはい、だから見る方からしたらこうやってなってた方が楽だよね。あ、そうですね、まあ、そうですね、はい、比較みたいな、ね、そうね、はい、あれって思うし、そうですよ、仲間でこう話をするよりがいいっていう考え方。本当ですよ。だからそれも正しいんだからいいんだけどね。おっしゃる通りです。じゃあ4台並んだけども、絵になりますもんね。本当ですよ。ショールームみたいな。この考え方も悪くはないよね。非常にいいと思います。だから、ああいう形の車だけいろいろ並んでも結構、うんうん、それもそれであれ、だからピンから切りまであるんだって。本当はい、ホラーナさん、はい、なんですよ、ね、そうです、ホラーナさんです。ありがとうございます。そうだよ、だってあんたに見せてもらったんだ。ああ見えるようになったんだ。なりました、よかった、それは。いや、じゃあもう夜な夜なもう毎日見てるんで、あ、ありがとうございます。変なのが出たな、2、3日前、昨日かな。変なのが、変なのってお化けかなんか出ました。違う、なんですか。変なのが出たな。お姉ちゃんのなんか、いや、そうじゃなく車の話だけど、車の話で、うん、何でしたっけね。普段と違ったこと、乗っ取られてるんで、多分俺の YouTube 多分乗っ取られてますね、俺の YouTube 誰かに。そんな変なん出すわけね。いやいや、車の変なってそういう意味の変なんじゃなくてさ、いつもと違うやつ、いつもと違うやつ。本当ですか。いろいろ試してるんじゃないですかね、ホラーナさんも、いろんなものを、うん、ベンツがコインが、残念ですね。この天気の割に集まりましたよ。あるかね、うん、前橋の静岡寄りでやるんだって、うん、あの女王の旗で、うん、あれ、ね、大室公園でなんか来たって
ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？いいですか？じゃあ、これ俺の。これ、すみません。ちょっと入れて。いただきます。いただきます。朝入れてきたんだからね。本当ですか？いや、引いて入れたんだからね、欲しいんだよ。すげえじゃないですか。砂糖ほんのちょっとだよ。なんで、あ、俺に出してくれたのか、ありがとう。砂糖はほんのちょっとだよ。あ、リトルでね。いただきます。やっぱ引き立てが一番美味しいよな。なんでもな。なんでもってどういうこと？なんでも引き立てはうまいな。ハクビシンとかイタチでも？タヌキでも？言っちゃダメ。引き立てが一番美味しい。あれ言っちゃったよ。とんでもないです。とんでもないです。いただきます。いただきます。あ、うまっ。美味しい。美味しいですね。引いてきたんですね。で、熱あの水で飲もうと思ったら、はい、みんながダメだって。あ、そうなんですか。そうです。いや、煮立てちゃえば山の水の美味しいんだよね。最近組み入ってたんだけどね。それを全部組んでたら美味しかったんだけど、もう一味違いますよね。そうするとね。あれ？大体も一石二鳥だ。話聞きながら車も取れる。んで、うん。じゃあもうちょっと待つか。せっかくだから音も取ろう。静かだった。忙しい。あの音がいいかもしれない。あ、そうかもしれない。かもしんない。ずいぶんあれだ、移りたがりだ。どうしました？え？この次は S6 で来るからね。S6 でお願いします。はい、楽しみにしてます。ええ、エンジンかかんないかと思って心配しましたよ。押そうかなと思って。ガソリン止めてあったから。あ、そうなんですか。え、止められるんですか？コックがあるんですか？これに。あ、そうなんだ。あ、そうなんですか。ああ、なるほどなるほど。バイクとキャブレターと同じですか、じゃあ。お疲れ様でした。お気をつけて。お気をつけて。コーヒーごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なあ、金持ってんだな。環境破壊が。凄まじいな。あー、それ